はい、真っ黒黒助です。ものすごく怖いことが起きたんで、ちょっと動画撮りながら、進めていこうと思ってます。ちょっと上の方にボーダー入っちゃってますけども、気にしないでください。いや、ほんと怖いこと来た。ほら、普通にですね、何ですか、宇宙ステーションに入ってきたんですよ。そしたらこんななの。皆さんこういうとこ来たことあります？そんでね、階段これしかないの。誰もいないでしょ。ここ宇宙、普通に外側から見たらね、普通の宇宙ステーションなんですよ。そんで入るじゃないですか。一回ここまで来て、もうビビっちゃって、セーブし直してで動画撮ってるんですけどね。これ見えます？なんとね、宇宙ステーションが腐敗しちゃってるんですよ。こんなのありました？今まで。なんだこれ、原因不明、記憶。この記憶ってのよくあるけど、どこで手に入れるんでしょうね。私まだ手に入れてないんですけど。これなんか宇宙ステーションというよりは廃墟みたい、廃墟みたいな感じですよね。廃墟だと単になるんだけど、ここあるのかな。なさそうですね。このターミナルが貿易ターミナルかな。こっち側はこれだっけ。じゃあ向こう側行ってみますか。いやー、気持ち悪いですね。あ、距離感がつかめない。てか、しょっちゅう失敗します。どこだ、どこ行けんだこれ。なんかよく見えないな。こうか。うわー、なんか気色ある。基地ターミナル、ターミナルあるんだ。これだけ。あとは奥なんもないっすよね。何ここ。何ここ、これ本当にステーションなの。バム、どう考えてもステーションには。でもこの感じはステーションですね。ステーションの奥の部屋。いやー、変だなー。なんかおかしいなこれ。あれ、ちょっと、どうなっちゃってんのこれ。夢でも見てんのかしら。もう一回入って外から見てきますか。ちょっと発信できるだろうな。こうでしょ。で持って、
端しますよね。ほら普通に、あ、壊れてる壊れてる。あー、文字もなんか変になってる。気づかなかった。あ、壊れちゃってんだ。こんなのあるんですね。へー、まあ入ってもしゃあないな、同じだもんな。へー、そうなんだ。不思議なものがあるんですね。他にステーションはないよな。これだけだよな、やっぱな。この設計どんな設計なんだろう。ああ、なんだこれ。運送状況。一応ゲックになってるし。ちょっと星見てみますか。スキャンだけね。凍りついた星でセンチネルの情報なし。4つありましたっけか、星。これ同じ星かな。同じ星だな。あとどこにあるんだよ。おい、どこにある、どこにある。これも星。あ、星だ。ちゃんとセンチネルいますね。いや、気持ち悪いな、これ。離れよう。なんでこういうことが起きたの。戦いの結果、結局これも星かな。違うかな、デブリか。あ、デブリですね。ん？だよな。あ、ここの結晶は 赤っぽい。これさっき読み込んだやつかな。うん、そうですね。あとの2個はどこでしょうか。なかなか、ん、これ同じやつ。あ、違うやつだ。あ、これ動くんだよな。おお、これは ほぼほぼあの楽園の土地と同じレベルですよね。雨が降り続くだけであって、あの嵐が来なければ。あと一個どこだろうな。見つかんない。これさっき見たやつでしょ。で、こっちが今見たやつね。これちょっと行ってみますか。あー、綺麗なとこだ。ないですね。さそうだな。上から見た時なんか海あっ
たいような感じもしないでもなかったんだけど、なさそうですね。あ、家があるぞ。家がある、家がある。ああ。これ近いね。まあ、初代発見者になるかな。今何もクエスト出てないから、これ登ったって何にもなんないんじゃないかな、多分。この2段目のやつが時々よかったよかった、つかめた。つかめないでそのまま向こう側に落っこちるときありますよね。あれ頭くるんだよな、何回も落ちて。さあどうだ。何もないでしょ別に。情報何もしない。ここでの消し方がよくわかんないんですよね、私ね。いちいちあそこ選択しなきゃ消せないのかな。まあ、どこでも同じなんでしょうけど。あと、もう一つあそこか。あ、近い。近いって言ってもどうしよう。14秒は近いうちに入らないな。いいかな、そろそろ。あ、いいね。うわ、上から見るとなんかすごいね。これなんだよ。調子、コントローラー調子悪い。なんだこれ、掴めない。なんだろう、コントローラスにぬるぬる逃げる、変なの。いいや、めんどくせえ。無人っぽいな。来た、無人です。またしても私の
おもちゃ箱になりますかね、これ。あ、結構綺麗。なかなか割れ、でも同じようなのばっかりだな、最近。こんなのばっかり。あ、同じタイプ。この手の建物ね、廃墟っぽいのが多いんですよね。やっぱりここ経済活動なんですよね。ないな。もう一箇所目探してみますか。もう攻撃所大好き少年ですよね。またパンチした。あるなあ。捨てられた聖剣みたいなもんですね。でも無人だ。あらまあ、やばいぞこりゃ。やばいぞこりゃ。あ、同じ作りだ。ここで建築、この建物、攻撃所を乗っ取って建築して遊ぼうっていう方、どうぞ。あれ、はい、ここです。いやいやいや、この星のおそらく攻撃者は全部ほぼ全部こういう感じで、ガランドなんでしょうね、きっとね。やばいっすね。センチネルは何のためにいるんでしょう。ということでした。本当に怖い、宇宙ステーション出会いましたね。ここね、バツバツバツじゃないんですよ。ほんとね、ちゃんとね、まあ動物いるとか別の話で、ほら、データなしっていうだけで、経済状態もデータなしってだけで、一応ね、生命体はいることにはなってるんですよね。バツバツバツだと、全く、何にも存在してない建物もないですけどね。不思議ですね。気持ち悪い。ということでした。真っ黒黒助です。どうも。また会いましょう。